どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが、10月1日金曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは今日の試合、ドラゴンズ相手に5対2で勝利ということで、投打ががっちり噛み合って連敗を3で止めました。ですので今回の動画では、今日の投打のポイントのまとめということで、やっぱり今日の勝利の立役者は伊藤投手、7回6安打2失点でシーズン8勝目、勝利の方程式というのもしっかり機能しました。で、攻撃に関しては、大山選手、マルテ選手、それぞれ一発が出てほしい選手に最高の場面で出たんじゃないかなということで、今日の試合について深掘りをしていきながらお話ししていきたいなと思います。では早速お話をしていきますけれども、まずは5対2で勝利ということで、カープ3連敗の嫌な流れをなんとかね、この金曜日で止めたいというところで、いい勝ち方ができたんじゃないかなというふうに思います。ではまず投手陣の方を見ていきたいなと思うんですけれども、先発の伊藤投手ですね、伊藤投手に関してはプロに入って初めてカード頭ということで、3連敗の重苦しい空気の中の登板、そして伊藤投手自身もここ最近いいピッチングをしながらではあったんですが、勝ちがついていないということでね、そういったいろんな心境の変化というのはあったと思うんですけれども、素晴らしいピッチングを見せてくれました。で、今日の伊藤投手の全体感ですけれども、7回を投げて球数は105球、被安打6本でホームラン2本、これ福田選手に2打席連続ホームラン浴びたんですが、その失点のみですね。奪った三振2つで与えた四死球0で、全体7回2失点ということで、本当に安定感のあるピッチングでした。2点もらった後の直後の5回ですね、先頭の福田選手にバックスクリーンにホームラン打たれて、うわ昨日の流れかなというところでね、そのまま試合進んでいって、次の回の6回ですね、2アウトランナー1塁2塁でビシエロ選手ということで、ここなんとかしのいでほしいというところでしっかりピッチャーゴロに抑えました。ですが次の7回にまた福田選手にホームラン打たれたんですけれども、そこから大きく崩れることがなかったっていうね、フォアボール絡んでないということもあって、テンポよくアウトを重ねることができました。で、伊藤投手は今シーズン8勝目、2リーグ分立後のタイガースの新人左腕では、1967年の江夏さん、そして86年の遠山さん以来3人目になりました。先ほどもお話しましたけれども、伊藤投手はここ最近いいピッチングをしながら、なかなか打線の援護がなかったんですね。しっかりと内容を伴っていたんですが、久々の8勝目ということで、残りの試合数というのを考えていくと、おそらく2、3試合は登板の機会あると思うんですね。で、そういうのを考えていくと、もしかしたら2桁勝利も狙えるんじゃないかなということで、今後の伊藤投手のピッチングにも注目して見ていきたいところです。で、その後の継投ですけれども、岩崎投手、スアレス投手ですね、先発が7回投げてくれることによって、タイガースの一番いい流れでね、方程式を組んでいけるわけですから、岩崎投手もここ最近2試合失点が続いていたんですが、今日はしっかり意地を見せてくれました。そして9回のスアレス投手ですね、スアレス投手もランナー背負いながらではあったんですが、しっかりゼロで抑えました。で、タイガースは昨日今日2日続けて意外な選手が試合前で円陣を行ったんですね。昨日は岩崎投手がエンジンをして、今日はなんとスアレス投手がそのエンジンを務めました。で、スアレス投手はそのエンジンの中で、今日はチャンピオンについて話をしたいと思います。チャンピオンになりたい人は 100% の能力と情熱を持ってグラウンドに立ちます。そして失敗を恐れません。もし私たちがチャンピオンになりたいのであれば、しっかりとグラウンドに立つときに 100% の情熱と勇気を持っていきましょう。もしチャンピオンになりたいと思えば、絶対にチャンピオンになれると思います。そして最後は全員で 1,2,3 チャンピオンというね、声掛けで今日の試合始まっていって、昨日エンジンを組んだ岩崎投手、そして今日エンジンをしたスアレス投手がしっかり結果を出したっていうね。ここ最近のタイガース、ちょっと重苦しい空気がある中で、普段はエンジンを組まないね、本来であれば野手がやったりとか、そういうところが普通になってくるわけなんですが、普段はこういうところに姿を出さない選手がやることによって、またね、野手の気持ちが上がっていったり、チーム全体で一気にね、鼓舞できるような感じになりますから、そういったことを考えていくと、このスアレス投手のエンジンも効いたのかなということで、残り19試合ですけれどもね、この勝利の方程式、岩崎投手、スアレス投手の最後の踏ん張りというのは優勝に向けて欠かせません。今後もどういった成績出してくれるのかっていうのは注目です。では続いて打者陣の方を見ていきたいなと思うんですけれども、今日は5安打5得点ということで、安打数は少ないんですが、それぞれ効果的な一発が出たという風な試合展開でした。で、まずはスタメンの方を見ていきたいなと思うんですが、1番センター近本選手、2番ショート中野選手、3番ファーストマルテ選手、4番サード大山選手、5番セカンド糸原選手、6番ライト小野寺選手、7番レフト糸井選手、8番キャッチャー梅野選手、9番ピッチャー伊藤投手ということで、昨日小野寺選手が左ピッチャーからホームランを打ったということもあって、今日もスタメン起用。そしてレフトに関してはサンズ選手がスタメン外れて、糸井選手をスタメン起用でしたね。サンズ選手は左ピッチャーの方が成績が悪いということで、そういったところも加味してね、糸井選手を使っていったのかなと。で、そういった中でまず得点シーンに入る前に、1番の近本選手ですね。近本選手は今日の試合3打席目にライトにツーベースを放って、これが今シーズン通算159安打でした。プロ1年目にこの数字を記録していたんで、124試合目で自己最多安打に到達したんですね。で、また後ほどお話をしていきますけれども、この近本選手の出塁からマルテ選手のスリーランが生まれました。で、次の4打席目、近本選手非常に素晴らしいセーフティーバント、これが決まって160安打目、セリーグで最もヒットを打ってる選手ではありますけれども、近本選手自身自己最多の160安打になりました。近本選手は9月の月間打率3割3分3厘ということで、打線全体が苦しい中でずっとチームを引っ張ってくれていました。で、この10月もなんとかその勢いを保持してほしいというところで、いきなりマルチ安打ですからね。そういうことを考えていくと、本当に頼れるリードオフマンだなということで、今後の活躍も期待です。では続いて得点シーン見ていきたいなと思うんですけれども、まずは4回ですね、4番大山選手のツーランホームラン。その前の3回にフォアボールを2つもらって、そのチャンスを生かせないというね、残塁があったので嫌な空気があったんですが、大山選手
球カウント3ボール1ストライクから振り抜きました。コメントを出しているんですが、打ったのはストレート、まさしが頑張って投げてくれていますし、とにかく先制点を取りたいと思っていたのでホームランになってよかったです、ということで、大山選手はこれで3試合連続の打点、そして4試合ぶりの18号ツーランということで、まあ、本当にいいスイングでしたよね。今日は甲子園非常にバッターにとって有利な風が吹いていたんで、打球も風に乗ったかなというところだったんですけれども、大山選手は9月打率もねしっかり3割超えていて、出塁率も4割近いものがありました。まあ、ですので近本選手と同じく9月ね、大山選手は引っ張ってくれていましたから、ラストスパートの10月4番の活躍というのは絶対優勝に欠かせませんから、大山選手の一振りというところもね今後も見ていきたいなと思います。そしてその後1点差になって、なんとか得点差を広げていきたいというところで出たのがマルテ選手の一発でしたね。見送ればボール球かなという高さだったんですが、楽々とレフトスタンドに持っていきました。スリーランホームランですね。マルテ選手コメントを出しているんですが、2アウトから 1,2 番がチャンスメイクしてくれたから、なんとしてもホームまで返したいと思っていたよ、最高の結果になってよかったね、ということで、今日朝にアップさせていただいた動画の中で、なかなか外国人選手の状態が上がってこないと、マルテ選手も後半戦打率2割5分に届いていませんというところをお話しさせていただいて、ただやっぱり中心選手ですから、なんとか最後踏ん張ってほしいというところで、10月一発目素晴らしい数字を出してくれました。マルテ選手6試合ぶりの一発で、来日3年目にして初の20号到達。そして甲子園でのホームランというのは7月9日のジャイアンツ戦以来ですから、まあ大体3ヶ月ぐらいね甲子園でラパンパラできていませんでした。でマルテ選手のこの20号、チームではすでに佐藤選手が23本、サンズ選手が20本打ってますんで、これで3人目になりました。タイガースでいうと2004年の金本さんが34発、今岡さんが28発、そしてアリアスさんの25発以来ということで、これ17年ぶりの快挙ですね。でもう一人大山選手も今日18号打ってますんで、これ残り2本以上打つことができれば、また球団の歴史に名前を刻んでいくわけですから、やっぱり今シーズン破壊力というのもねタイガース一つ武器になってますから、今日みたいなホームランで勝てる試合っていうのはチーム絶対乗っていけますからね、今後の主砲の活躍というのも期待です。でそういった中で現在タイガースで一番ホームラン打ってる佐藤選手なんですが、代打で今日出てきましたが、55打席連続無安打という形になりました。まあ、内容とすればセカンドゴロだったんですが、甲子園非常に温かい拍手でしたよね。出てくる時も今日一番盛り上がってるんじゃないかなっていうね拍手もたくさんあって、ボンダでベンチに下がっていく時もタイガースファンは温かい拍手を送っていました。佐藤選手はこれで8月の21日以来ずっとヒットがない状況ですし、甲子園でのヒットというところで言うと7月の14日のベイスターズ戦まで遡ります。なかなか長いトンネルから抜け出すことができていないんですが、今後の佐藤選手の使い方ですよね。いろんな解説者の方が、佐藤を一軍に置いておくならばスタメンじゃないと意味がないと、代打だったらなかなか成績が出せないというね、まあ、そういったコメントも多数あるわけなんですけれども、まあ、今後矢野監督がどういう判断していくのかですよね。まあ、左ピッチャーから連続でね今日小野寺選手が打っていれば、またちょっとスタメンも継続起用あるかなと思っていたんですが、小野寺選手も今日ヒット出ませんでしたし、糸井選手もノーヒットと、でサンズ選手の状態も上がってこないということを考えていくと、まあ、ある程度守備での貢献も見込める佐藤選手を思い切って使ってみてもいいのかなっていうところなんですけど、まあ、今後は相手ピッチャーとの判断ですよね。まあ、剛速球タイプが来ると今の佐藤選手ちょっとしんどいかなというところがあるんで、明日はロドリゲス投手、右ピッチャーではありますけれども球が速いんで、こういったところは首脳陣の判断ですからね、明日のスタメンというところも注目して見ていきたいところです。はい、ということでタイガースは連敗を3でストップ、カープの3連敗というところをなんとかね取り返していきたいところで、カードの頭をしっかり取ることができました。で現状撮影時点ではジャイアンツが勝っていて、スワローズがまた逆転したんですよね。まあ、一時カープ逆転していたんですが、まあ、この辺はスワローズの粘りかなということで、そう簡単にはゲーム差縮まらないかなというところがあります。でそういった中で明日の先発は高橋遥人投手ですね。高橋投手は前回のジャイアンツ戦でプロ初の完封ということで、現在18イニング連続無失点中です。で高橋投手コメントを出しているんですが、中日戦に限らずですが、先頭バッターを出さないことが一番大事なことだと思うので、マイニングの先頭打者に特に気をつけて投げていきたいと思います、ということで、高橋投手今シーズン初勝利を挙げたのがこのドラゴン戦なんですよね。甲子園でのデーゲームで7イニングを投げて2安打無失点、奪った三振10個ということで、本当に素晴らしいピッチングでした。でそこからずっとゼロで来てるわけですから、高橋投手のリズムを作れたのがこのドラゴン戦なんで、またこのドラゴン戦で高橋投手らしいねピッチングを見せてもらって、カードの勝ち越しというのを決めてほしいところです。やっぱりこれはどの球団もそうですけれども、先発ピッチャーがある程度長いイニングを投げてくれて、勝利の方程式に繋いでいくっていうね、まあ、タイガースは8回9回、まあ、12球団トップクラスの安定感がありますから、後半戦ちょっとバテ気味だった先発ピッチャーがまたここでね盛り返してくれると、さらにチームは活気づくんじゃないかなと。でやっぱり今日の試合ホームランで勝つことができましたから、大山選手マルテ選手のね、矢野監督も試合終了後コメントを出しているんですが、流れが一気にこっちに来るバッティングをしてくれたので、マルテは素晴らしいホームランでした。毎日こういう優勝争いの中で戦っているのはいい経験ができていると思う。本当に強いチームになっていけると信じて、明日から戦っていきます、ということで、チームの盛り上がりというのを考えても非常にいい勝ち方だったんじゃないかなということで、明日は高橋投手の凄みのあるピッチングね注目して見ていきたいなと思います。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者16600人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せチャンネル登録者17000人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日ドラフォーありがとうございました。タイガースは連敗を3でストップ、嫌な流れというのは一旦断ち切ることができ
ができたと思います。明日は高橋投手らしいピッチング、そしてさらなる打線の奮起、注目してみていきましょう。ではまた。